板橋区の文化活動の発展を目的に昭和48年に設立された人と町を文化で結ぶ板橋区文化団体連合会、それぞれが生き生きと活動する個性豊かな加盟団体をご紹介します。より美しい文字を、それはみんなが夢見ている心のふるさと。板橋区書道連盟は昭和38年創立。現在は110名の会員が在籍しています。日本の伝統文化、芸術である書道を通じて、未来を育む緑と文化の輝く町板橋の文化振興に会員一同全力を傾注しております。平成25年、本連盟創立50周年式典においては、その長年の功績が評価され、坂本武板橋区長より感謝状を賜りました。また、区庁舎2階ギャラリーに年間を通して作品を展覧していただいております。区庁舎にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。あれ、書というのは、何枚書いても同じものはできません。やはり書いた時々全部作品は違います。そこがやはりその面白さ、魅力というか、それとやっぱり精神文化ので一つというのもあるかと思うんですが、やっぱり筆を持つ時の緊張感、これは何にも変え難いものだなと僕はつくづく時々思っております。書は東洋文化の生み出した一番美しい芸術であります。その人の書いた心が全て書に現れます。板橋区書道連盟も板橋区の緑と文化の町板橋をアピールというんですか、そういう意味で先生方とも一致協力して邁進しておりますので、今後とも板橋の文化に ご理解をいただければありがたいと思います。